こんにちは、豊さん、はい、今日は広島を救いたい動画です。これこうパッと考えても、はい、まあ、出てこない、なかなか。そうですよね、やっぱこうやってるの選手だしさ、はい、見てて焦りを感じる、絡まってる感じですか、守備者にね、はい、こうしてやりたいって、その気持ちは分かるけど、はい、そこは無理やったなっていうプレーが多い。カープ、本当につい数週間まで首位を走ってたんですよ、はい、それが今、首位と5ゲーム差、巨人とは、で4位の DeNA とは1ゲーム差というふうに、ちょっと自力 V も消えてしまったので、非常に厳しい状況にいう感じで、うん、まあ、巨人の3連戦がまずきっかけだよな、9回に9点、まあ、その前に阪神ともやってるけど、はい、でも地元に帰ってきて、巨人は菅野をローテーション崩して持ってきたという、はい、で広島はちょっと馬なりでやってたという、まあ、ここら辺、まあ、考え方だけどな、はい、やっぱ阿部監督は早めに仕掛けなきゃ無理だっていうふうに思ったのと、うん、はい、あの新井監督はまだもうちょっと待てみたいな、そういうところの読み合いがちょっと外れたかな、その時期は。まず一つはその読み合いが、うん、で勝てなくなって焦り出したというね、はいはい、でカープがここまですごく良かったのはやっぱり防御率が良かったんです。それは先発陣もそうですし、後ろの救援陣も防御率すごかったです。ただその防御率が9月、今、9月の17日現在なんですけれども 4.63、うん、で、勝率が2割1分4厘、いわゆる3勝11敗ということで、とにかく先発陣が、そして中継ぎが打たれてしまうっていう。これ広島の強みってどこだと思う、今年はやっぱりあの防御率。そうだよな、ピッチャーが抑えるっていう、ピッチャー、先発ピッチャーもそうだけども、はい、中に入っても抑えにしても良かったよね。良かったです、まあ、安定してたし、はい、そこが崩壊したってなると、うん、やっぱ今度は打ってカバーしろって、はい、打つ方がなかなか点取れんぞ。そうですよね、これね、逆にバカバカ打ってたのが調子が悪いから、うん、でなんとかピッチャー頑張ってくれって言ったら、はい、なんとかできるんだよピッチャーって、はい、これなぜできるかというと、はい、2個打ちにしちゃいんだよ、うん、まあ、例えば栗と友田をセットにして、はい、この1試合取りに行くとか、あ、大瀬良と森下をセットにしてこの1試合を絶対取りに行くとか、うん、そういう手法はあるんだけどさ、はい、打線はそういうわけにいかないんだよ。小園とそれからね、セットにしたって右と左に打席立たすわけにいかんだろ。ないですよね。いやだからこれはね、あのピッチャーが崩壊するっていうのは、はい、これはもうどうしようもならんよ。そうですよね。だからもうとにかく頑張れって言うしかないよ。それかもう例えば計算をして3勝1敗ペースでいくと、うん、1試合はもう捨てゲーム作ると、はい、誰も使わないとか、うん、ね、その代わりこの3試合でこのピッチャーこの何人かでやりくりをすると、うん、いうようなやり方はできるけどね。あ、なるほど、そういうやり方できるけどっていうところですよね、うん、例えば3連戦床田、栗、玉村って中に入れるのが大瀬良だったり、うん、森下であったり、うん、アドワ投手とか、アドワとか、まあ、アドは先発でもいいけど、うんうん、まあ、こういうふうなセットの仕方をして、はい、なんとか乗り切ると、うん、それもう特貫コーチではなく大手術ってか大手術、いやもうそれしかないよ。それいやだって優勝のあれがなくなったんでしょ、はい、自力分野なくなったんでしょ、はい、でもこれを復活させるにはさ、はい、そうやってセットして負けないことをやらなきゃいけない、うん、でも各球団もあと十数試合、そうですね、少ないところで10試合、はい、残ってるけども全部勝つっていう計算ではないと思うんだよ、うん、そうなってくると広島が全部勝てるかといったら勝てないでしょ、はい、そしたらやることはやらないと悔いが残る。だからそうやってセット販売でいいから、そうする、そうする、もう それぐらいしかないぐらい、いやもう先発崩れたらもういやダメだ今日もダメだみたいな、諦められないだろ今まで首位来てるんだから。そうなんですよね。ね、森下1点取られたら2回ピンチ、うん、もう変えよう大阪行くぞみたいな、もうこれしかない。で今2人使って負けるんだったら、うん、もうしょうがないの、ファンも納得するよ。で栗と床田、床田がやられそうだと、うん、栗行けと、うん、抑えたと、うん、勝ったよかったみたいな、うん、しかないよ。ないか。いやまあ床田なんかね、もう抜群の安定感してるけども、うん、ちょっと援護点に恵まれなかったよとか、うん、これはもうずーっと1シーズンやってきたことだから、援護点に恵まれてないっていうことは、うん、これはやっぱこうなんとか乗り切っていかなきゃいけない、うん、
だからこの乗り切るにはもうその中継ぎ陣もある程度崩壊に、うん、そうですね、なってるっていうことを考えると、あとはやっぱもう先発ピッチャーと2枚で中継ぎ何人か、うん、でもう乗り切るしかないよ1試合ずつ。まずはです。そうですよね。なんかね、俺はそういう方がいいと思う。先発を立てる、中継ぎを抑えていく、これはね、綺麗にはもういかないよ、なかなか。あとその先発陣がこのまま、森下投手もそうですし大瀬良投手もそうですけど、なかなか初回とか序盤に毎回捕まって打たれてしまうっていうのは、これは修正はここから効くものなんですか、残り試合で。いや、まあ、修正してるつもりなんだろうけどな、うん、だからなかなかやっぱこううまくはいかないな。これは疲れなんですか。まあ、疲れもそう、プレッシャーもそうだと思うよ。で、相手の気持ち、戦う気持ち、うん、まあ、緩く戦ってるところもあるしな、うんうん、まあ、緩くっていうのは相手がね、はい、いや別にいいよみたいな、もうちょっと上からというか、まあまあ、もう余裕でというか、まあね、まあ、余裕っていうか負けても怖くないチームだよ、それは。今そうなっちゃった。いや、まあ、そういうのはやりにくいだろうしな。そうかそうか。だから、まあ、みんな一生懸命やってるのは分かるけども、うん、やっぱ対策としたら、うん、何かを強みを強みとして持っていくためにはどうしたらいいか、うん、まあ、ここだよ。打線は全く強みを持たないんだから、はい、持てないんだから、うん、強みといえば打線の中では坂倉小園、はい、今ではちょっと菊池、うんうん、この3枚のところをどう配置をしてどう得点圏に結びつけていくかっていうのを考えればいいけども、はい、でもそれでも点が取れるとは限らないよ、うん、平均2点から3点、はい、これを抑えていかなきゃいけないピッチャー陣のセットで作るか、はい、それとももう今のまま任すか。もし今のままだと、その中継ぎも打たれてるっていうのは、これも疲れだったりとか、そういうことだから使う場所だと思うよ、俺は。イニングですか。それはね、まあ、島内、うん、森に代わって島内、はい、7回ちょっとどちらかったら打たれました、はい、もう森浦をすぐ持ってきた、はい、でも持ってき方が一つ遅いんじゃないかっていうところもあった。だけど森浦は左よりも右を抑えるピッチャーなんだよね、うん、はい、だからそこら辺はうまくいかなかった。そしたら、うん、例えばなんでしょう、はい、床田と栗をセットにして今日はやらすと、うん、でそこに島内、森浦、これをどこに当てはめて、大瀬良をどこに当てはめるのか、うん、あ、大瀬良じゃないよ、栗と床田をね、はい、だどっちを先発させる、いや、もう床田で行けるところまで行きましょうって、危なくなったらすぐ変えましょうみたいな、はい、栗を生かすのか、うん、ここにワンポイントとして森浦を行っておいて栗を生かすのかっていうことができると思う。だからもうそうやって全員で乗り切るしかない。もうだからこれは新井監督だったりコーチが、うん、もうこっからはこういう風にしないと勝てないからっていう風に投手たちに言う、まあ、もう綺麗事で今まで通りに行って調子が戻ればいいけども、うん、なかなかな焦りが出てくるから、はい、これはなんていうのかな、調子を戻すまでそういう風にしてもいいのかなっていう、うん、もう残り少ないけどもね、はい、だからそういう風な考えも、うん、持っててもいいかなっていう、まあ、どっちみち柔軟性があるチームだから、うん、俺は広島をね、うん、柔軟性、それは高く評価するって言ってた。だからそこら辺の柔軟性も持っててほしいなと思う、うん、野間を4番を打たせるぐらいだったら、うん、ピッチャーだってできるだろうって何かって思うんだよ、うん、なんかそのもう勝つためにその概念をちょっと取っ払って一回、だからね、極端な話、はい、毎試合オープナーでいいよ。おお、もうこっから最後までは、もう最後まで、はい、いいか、みんなもうスクランブルどこで投げるかわからないけど確保しろ、うんうん、いいか、ここは絶対落とさないと、はい、ね、5試合に1回しか落とせないと、うん、ね、負けるなとは言わないと、うんうん、それはもうきついからね、そうだったら。だから負ける試合はもう全部捨てていくよって、はい、これはもう負けたと思った試合はリスク止まらない、うん、みんな使わないから、うん、その代わりいけると思ったら全員使うから、そのぐらいのスクランブルで、極端な話よ、はい、やっぱ強みを強みとして使えるようにした方がいい。でもそれぐらいしないと今はもう優勝はちょっと難しいっていう、だってオーソドックスに行ってやられてて、そうです、ね、この大事な時期に6連敗とかしたわけでしょ、はい、それだったらもう毎試合スクランブルオープナーでまあやるというぐらいの意気込みでいいんじゃないかなって思う、はい、あとはまあそれをやれって言ってるんじゃない、一つの案としてですよね、湯高さんの、うん、あとはその打順もここ数試合で新井監督が大胆に変えてきたんですけど、この打順に関して湯高さんどう思いますか。
まあ、一番いいのは秋山の馬の位置には、はい、3番堂林、うんうん、で4番小園、はい、あ5番坂倉、はい、で末金、これが、うんうん、これが俺は一番いい流れか、まあ、末金のところに菊池を今当たってるから入れるか、はい、で菊池と矢野っていうこの流れもいいんだよね。うん、うん、俺が好きなのは小園末金っていう、うん、あの流れも好きなんだよ。はい、でも末金の状態がいまいちつかめない。まだそうです、ね、そしたら坂倉の方がいい。そしてで菊池、矢野、末金でもいい。あ、その順でも OK ってことですね。うん、まあ、末金選手を本当に下位に置いてきて、多いかちょっと多くないです、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。あの、新井監督、末金選手は7番だったりとか、うん、下の方に今持ってきたりとかもしてるので、それは全然ね、変やっぱね、あの打順組んでて、はい、前に誰が打ってるとか、後ろに誰がいるとか、うん、やっぱね、うんぷてんぷというか、はい、そういうのあると思うんだよな、うん、そうなってくると、やっぱ俺の頭の中では、小園末金っていうのがすごくいい流れを持ってて、うん、菊池矢野っていうのがすごくいい流れ。で末金がダメだったらもう坂倉に頼って小園、坂倉、菊池、矢野、はい、そしたら小園が打ったら坂倉打つ、まあ、坂倉はともかく打つって、菊池打ったら矢野が打つとか、うん、こうしとけばいいのかなっていうような感じがするけど、はい、うん、あとは攻撃の仕方っていうのは、いやもうさ、1点を取る攻撃を仕掛けていくしかない。これはバントや下手だとかなんとかっていうよりも、はい、ここでそのチャンスを拡大したいとか、うん、でもトータル的にもう100試合以上やってきて、そういうことがあんまりできなかったから、うん、得点力っていうのは低いって言われてるわけでしょ、はい、まあ、それだったらもう素直に送るところは送る、うん、エンドランかけるんだったらエンドランをかける。だから阪神戦でもう初回から初球からエンドランかけた試合があって、はい、もうとにかく徹底してエンドランで攻めて勝った試合があるんだけども、はい、やっぱその徹底っていうものが必要だと、まあ、エンドランだったらエンドラン、バントだったらバント、うん、そういう細かい作業、はい、まあ、それはもう徹底した方がいいと思う。あれ、あの堂林選手を2番に置いてきた日は、その秋山選手が塁に出たらもう、堂林選手は必ずバントとか。そう、堂林はバントができるんだよ。うまいですよね。うまい、ノーマンができない。ああ、ノーマンが下手なんだよ。あんな器用そうで、まあ、なんかバント下手なんだよね。だから多分打たしに行ってるんだと思うけども。そういうことか。でもそこはね、無理やりでもしてもらわないと困る。これもバントの練習を常にもうね、練習の前から。いや、だから野間に言えばいいんだよ、うん、もうお前はとにかく外せないと、はい、でもバントも必要だと、うん、バントができなかったら俺は外そうと思うけど、うん、できるか、うん、できませんって言ったら悪い、外れてくれって言うぐらいじゃないと、はい、もうね、そのぐらいやっぱもう大事な時期だし、そうです、大事な作業に入ってきてるから。じゃあもうそしたら野間に徹底してエンドランかけるとか。はい、ああそうかそうかそうか、バントさせずに。そう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 、うん、いやだからその失敗を怖がってちゃダメだし、もう失敗してきてるわけだから、6連敗中、うん、ね、それはもう致命的な6連敗って言われないためにも、はい、ここから取り戻していかないとですよね、うん、あと内野手でちょっと矢野選手が守備のエラーというかがちょっと目立ってきてるのかなっていう。まあ、そうだね、うまいがゆえのっていうこともあるし、うん、経験不足っていうことも言えるし、はい、で一つのアウト丁寧にやっぱもう今も取ることだな。ここに来て分かるんだよ、増えてきてるって分かるんだよ。ここでゲッツ取ったりとかうんうん、うん、もうそれが裏目に全部出てるから。それは焦りですかね。焦りだな、うん、分かってるんだよ、一つ取ればいいって、うん、でもこの時期だし争ってるから、まああいうプレーになるんだろうなっていうのも、でましてやうまいし、はい、それができる選手だからこうなってるんだろうなっていうのは分かるんだよ。だけどそれをやったら逆に足を引っ張る形になるから、はい、だからそれはもう決定してることを変更するっていうのはプレー中難しいかもわからないけど、やっぱり矢野が一流になりたいんだったら、うん、決定してることを変更できるようになったら超一流になる、うん、それも柔軟性ってことですよね。そうだからそこを超一流を目指してほしいなと。もうここから本当負けられない試合が続いて、やっぱしびれる試合が続くので、やっぱり矢野選手のプレッシャーっていうのも大きいとは思うんですけど。あ、大きいよな、うん、そこはもう確実にとか焦らずにっていうところなんですかね。まあ、そうだね、能力はまだ高いものがあるからな。そうです、外せないし、うん、やってもらわなきゃ困るけども、そこら辺はもう我慢するとか我慢してな、うん、プレーしてほしいなと思う、ね、ですよね。まあ、自力 V がなくなったんですけれども、これじゃあ、あの無理やりここから優勝というよりかはもうクライマックスシリーズに進出っていうことに
こう変えて思考をいった方がいいんですか。まあ、そうなるとな、志が低くなると負けそうだしな。もう下に DNA 持ってるし、まあ、優勝だって言ったらきつくなるしな。そうなんですよ、まあ、そこら辺はもう1試合1試合目の前の1試合を勝っていくことでいいんじゃない、うん、だからもうそれは計算する必要はないよ、相手がいることだし、はい、とにかく負けなかったら、今の現時点で負けなかったら下に落ちることはないわけだから、はい、うん、だから負けないっていうことだ、うん、負けない、まあ、目の前 の, その、まあ、一戦を勝っていくということだけだよね。そうですね、まあ、そこに集中することだ、ね、うん、まあ、残りゲーム数カープは、9月の17日ゲーム前の時点で15試合、はい、巨人は12試合、阪神10試合、はい、そして DeNA は16試合というところで、まあ、DeNA とカープが一番残してはいるので、だから DeNA が一つ多いんでしょ。そうです、勢い的には、ね、一つ残ってるっていうのがすごく不気味だよな。そうですね、まあ、前年は広島の方がな、はい、あの上にいるから、うん、これが 0.1 ゲームっていうのは試合やってない時に 0.5 しか動かないということを考えると、まあ、最低1ゲームはつけて終わりたいな、先にな。そうですよね、うん、まあね、9月に入ってから、まあ、カープはピッチャー、それから野手、打撃、守備ともにこんなことじゃなかったよねっていうことが今起きてしまっているので、ちょっと柔軟に策を考えつつ、まあ、固定観念は外した方がいいな。なんか新井監督ならそういうふうにやってくれそうな気がするんですけどね。何試合だっけ、あと残り試合ですか、うん、15です今日、はい、17日の試合を。甲子園で優勝するために予選から何試合いると思う、最低。甲子園で優勝するために、うん、予選から考えた高校野球ですか、うん、いくついるんだ、6、7? 12試合かかる。あ、そんなにあるんでしたっけ。12試合、予選から、あ、予選からか、うん、で、甲子園で1回戦、2回戦、3回戦、はい、準決、準々、準決、決勝ってなると6試合負けれない、はい、で、予選も大体そうなんだ、はい、多いところで7試合戦わなきゃいけない、うん、この地方予選っていうだから13試合な。じゃあそのぐらい、もうそのぐらいの感覚でいいよ。もうね、負けれないってなると、はい、何をしてた高校の時。れない、それを思い出したら絶対できる。もう選手たちがですよね、うん、それはまあピッチャーのね、まあ、商売道具だから連投っていうことはないかもわからないけども、うん、連投っていうか毎日先発っていうことはないとにしても、はい、やっぱそれ相応のリスクは止められながら、うん、負担を背負いながらやっていかなきゃ無理だっていうこと。そうですね、非常に厳しい局面ではありますけれども、ここはここまで首位だったカープの意地というか、そうね、頑張れよな、見たい、意地を見たいですね。頑張らないとね。はい、はい。